まあでも最近ね、結構公式さんからグッズたくさん出たりとかしてますからね。みんなそうやってね、じゃあ CD とか出すとかなったらまたそれも買うしみたいな感じ、大変なのかな。まあ昔言われたことあるんですけど、スパチャとかグッズを買うこととか、まあ昔結構うち心配しててみんなのことを、なんかあんまり無理して買ったりとかはしないでねみたいなことを言ってたんだけど、無理して買ったりとか無理してスパチャしたりしないでねって昔言ってたら、なんかそのリスナーさんから、ミオシャは自分たちの財布をそれぞれ管理してるから心配しないでみたいな感じで言われたような気がします。まあでもやっぱり無理して買うことはないと思っているので、まあ、そこはね、自分のお財布と相談しながらぜひぜひ考えて買ってる？あ、よかったよかった。もう最近グッズでも多いからさ、選ぶよね。なんかこれが、これは欲しいかも、これはいいかもみたいなね。あ、一応ちょっと告知しとこうかな。狼ミオファンミーティングの、グッズがですね、なんとまだ多分在庫ありまして、こちらなんですけれども、うちがですね、まあ買えない人がいるとちょっとあれなんで、ちょっと在庫多めに作ってほしいですって、受注販売じゃないんですよ。運営さんにお願いしたら、なんか思ったよりもなんか出てなくてみたいなそれでちょっと、マネちゃんにも告知を多めにお願いしますというふうに言われてしまい、あ、買った、ありがとうございます。ありがとうございます。はは、はははは。もう最悪残ってたらうちが買い取ろうかな。在庫いっぱいうちが抱えることになっちゃう。あ、買いました。ありがとうございます。すいませんね。へへへ。まあまあまあ、これこそ無理しないでねっていうやつなんですけれども。ネットでホロライブのショップでね、売ってるので。もしよかったら、デザインとかはすごく可愛いんです。でも無理はせずでお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう、なかなかないよ、こんなグッズをさ、在庫あるからみんな買ってみたいなのって、初めてかもしんない。今までやっぱ受注販売だったから、在庫とか気にせずに、ね、みんなにね、宣伝したりとかしてたけど、こんな在庫あるから、みんな、みたいなのは、ちょっと今回初めてですね。ちょっと調子に乗るのやめようなって思いました、自分に。上さんに言われた通りにしとけばよかった。でもそしたらなんかすぐに売り切れたりとかすると、やっぱりちょっとなんか買えなかった人がファンミーティングにも行けなかったし、グッズも買えなかったし、もうみたいな感じになる可能性あるよなって思ってさ、ちょっと増やしてほしいなって言ってみたんだよね。まあまあ、でも今日も一回告知できたんでよかったです。はい。